発達障害で才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーの和樹です。本日はスペシャルゲストとコラボです。自己紹介お願いします。はい、みんな元気に来てるか、私は生きてる自称得の優しい波乱万丈系ギャルの指導奈々です。聞き取れないことで有名です。素晴らしい本物です。初の VTuber さんとのコラボというわけで、まあ、なかなかですね、こう混じりであることのないバーチャルの世界の方とですね、今回はお話ししていこうかなと思います。まあ、発達障害ですとか、まあ、二次障害、当局性障害などでね、いろいろ悩んでらっしゃって、結構それを暴露かのようにですね、こういろいろお話をされてらっしゃるので、ぜひいろいろお話聞ければななんて思いました。はい、はい、ということでお願いします。で、ちなみになんですけども、ジャンルとしてはだいぶ YouTube 違いますけど、どうして今回コラボしてくださったんですか？なんか結構一応なんか VTuber 的な、やっぱアバターで活動してるんで VTuber っていう括りなんですけど、正式に言うと私も VTuber じゃないって自分は自称してて、もう実写も出すし、なんか自分自身がその VTuber っていうことで実写でやっぱ手を写しちゃいけない、顔を写しちゃいけないとか、実写をやりづらいとかいう括りがあって、じゃあそういうのもめんどくさいから VTuber やめるって言って、今はアバターのある YouTuber に近いって言ってるんですよ。だからなんか、それでもやっぱり VTuber の人とのコラボとか配信とかが多くて、YouTuber の人とコラボするって一つの目標だったんで、お声掛けいただいた時に、あ、ちゃんとなんかその YouTuber としての仲間入りができたと思って嬉しくて、それでお受けしました。あれはすごいな。めちゃくちゃいろいろ考えてらっしゃいますよね。動画とか投げさせていただいたんですけども、どうすれば VTuber は伸びるのか、みたいな、ね、はいはいはい、配信だけやってりゃいいってわけじゃねえんです、おめえら、みたいなね。はい、出しましたね。熱いトークを出したりとかっていうこともされてますし、すごい向上心っていうか、なんか意識が高いですよね。いやー、だからなんか意識高い系と思われなくて必死ですよ。もうきしょいじゃないですか。なんか、横やったら VTuber 個人 V 伸びるよみたいな、キモいじゃないですか。いや、キモいですかね。なるべく何も言わないようにしてるんですけど。なるほどね。結構ズバズバ言う系ですもんね。そうですね。だから聞かれたら言いたくなっちゃうから、聞かれたら、まあ、配信やるより動画作れ、企画作れみたいなこと言いますけど、なんか結構、これはただの悪口なんですけど、結構個人 V 界隈で、やっぱり1万人ぐらい起こすと、個人 V が伸びるにはみたいなことを語り出す個人 VTuber って結構いて、意識高い系みたいで、ちょっとキモいなと思ってるところがあるんで、それにならないよう頑張ってるんですけど。もうギクーっていう感じなんですけど、僕的には。まあ、もっと伸びてからいいよってとこですよね。そうですね。なるほどな。まあ、というわけで、今回はですね、奈々さんも持っている ADHD 対談という感じでやっていきたいと思います。そして、どんなことをお話ししたいかっていうとですね、まずやっぱり僕ら発達障害を持っていると、どうしても人間関係、特に恋愛とかが大変だったりすることあると思うんですね。奈々さんは、バツイチということで、前の旦那さんで苦労されたっていうのをね、他の動画で僕見たんですけども、具体的にどんなことで苦労されたのか、どんな旦那さんだったのかっていうのを聞いてもいいですか？まあ、DV、モラハラ、マザコンって感じですね。具体的にはどんな感じのことでした？言える範囲で大丈夫ですけど。なんていうか、もともと高校の同級生で仲良くて、友達として歴が長くて、で、友達としてうまくいってて、まあ、恋人になっても友達みたいに仲良くやっていけるんだろうと思って付き合ってすぐ結婚しちゃったんですけど、結構なんか、まあ、アンガーマネジメントというか、私からすると多分彼も ADHD というか発達障害の何かがあって、アンガーマネジメントが全くできなくて、もうカッとなると頭に血が昇ると全然自分をコントロールできない。はい。私は、まあ、今、それで言うと今の彼氏もちょっとその気があるんですけど、私とかが結構、はぁってなっても、よく言う6秒で怒りはピークになったらっていう、はい、6秒ふーって息吐いたら、よし、ちょっと待って、冷静になろうって言えるタイプではあるんですけど、元旦那全く言えないタイプで、もう3日ぐらいずーっと同じテンションで怒り続けて、そのエネルギーが逆にすごいなと思ってたんですけど、で、カッとなったら、その私にじゃなくて、何にでも手が出るんですよね。例えばだから、真夏とかに外が暑いって理由だけで電柱ガンって殴ったりとかするし、すごいな。ってぐらいまず自分がコントロールできない、それで電柱殴ったら自分の手が痛くて余計イライラするっていうことが理性的に分かんないんですよね。それで余計イライラしてるのに、なるほど、バカじゃないのみたいなことが分からない。もうとっさにうおーっていう感情を抑えられない、でそこに来て私がまた口が立つもんだから、しかもそのマザコンって言いましたけど、向こうのお母さんもはいはい分かりましたみたいな感じでなだめるタイプのお母さんなんですよね、はいはいはい、どちらかっていうと、で、お父さんは、
もう息子が言うこと聞かなきゃ殴るっていう、うん、結構昔ながらの頑固親父系の職人さんだったんで、うん、私は元旦那はもうよく言ってるダブルバインドじゃないけれども親父に厳しくされて母親が甘やかすから両親から逃げられない、実家から出たこともないし、はいはい、免許も取ってないし、自分一人で住んだこともないし、うん、なんかあればすぐ実家に帰るし母親を呼ぶし、もう自分では自覚がないけど両親にこう冷たい厳しいでがっつり掴まれて学習性無気力させられてる、めちゃめちゃアダルトチルドレンって言ってる。なるほど。もうなのでもう自分のママ以外の女からあれこれ言われることがまず耐えられない。はあ。でそのくせ親父は結構頑固職人系なので、男とは女を養って叱るべきみたいな、俺を見ろお前のことも嫁のこともしっかり専業主婦として養ってるだろお前もしっかりしろみたいなことを言われるわけですよ。なるほど。なのにそんなに稼ぎがない、しかもそういうこと言うくせに旦那の両親は別に自分たちの稼ぎが困ってるわけでもないのに高校の学費を旦那の給料から徴収してたんですよ、うん、ほう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 。旦那家業なので普通にお父さんのところで働いてて、だから給料から天引きで今までの学費だとか言って天引きされてて、それって今じゃなきゃダメなんですかって私義父母に聞いたことあるんですけど、それは子供として当たり前のことだ、俺は中卒だから高校は行ってないみたいな、それはあなたの都合だし時代が違うし、今夫婦の生活で困ってるっつって、あなたたちは夫婦二人生活が困ってなくて社長なんだから今すぐ子供からお金徴収しなくたっていいでしょっていう話をしてたけど、いやそれはうちの方針だから口を出さないでもらいたいみたいな感じで、で旦那もそれをおかしいとは思ってないみたいな感じだったので、もうお互い洗脳が済んでしまっている状態だったから、なるほど、もう何を言っても親が言ったことが正しい、だ親が別れると言えば別れるし、正直、はいはいはい、俺の親は何もかもが正しいから親が言うことだったら多分そうなんだろうみたいな感じでしたね。だからもうそのマザコン具合、両親へのその無意識の依存具合と自分という状態に耐えられてないんですよね。なんかその親が素晴らしいと思ってる、親がこんなに素晴らしくて親には嫁をちゃんと養ってやれと言われてるのに給料が引かれて大した稼ぎもなくて何もできなくてイラッとなったら手を出してしまう、俺って何なんだ、俺って人間のゴミだっていう気持ちと、俺はすごいんだぞ、俺だってやればできるんだぞっていう気持ちが彼の中でない混ぜになって、その全てがフラストレーションとなってエネルギー玉みたいに私にヒュッと飛んでくるんですよね。なるほど。それがもう口からもう自分の自尊心を高めるために相手を傷つけようっていう、お前なんかカスだみたいな言葉になって出てくる。なるほど。バカだなと頭では分かっていても言っていいことと悪いことがある。そうですね。っていうところで最終的にはもう最後には、最後離婚した決意は最後話し合いをしようって決めていた、もう何週間も前からこの日にしようと思って決めていた日に、うん、私は待ち合わせ場所まで行ったのに1時間前だか30分前になんかママと舞台見に行く約束しなの忘れてたからつか言ってドタキャンしてきた時に、あもうダメだこいつと思って、本当にそうだったのか言い訳なのかも知らんけど、夫婦の今後を決めるって日に何がママと舞台じゃこのボケと思って、もういいです離婚しましょうって言って終わりましたね。なるほどな。でもそうやってこうブツって切れるのが良かったですよね。いやー時間かかりましたけど、1年7から1年半近くかかりましたから、本当になんかあどうでもいいってなったんですよね。はいはいはい、はい、ふっと本当になんかホワイトデーとかなんか大切な日だったんですよね。だから一回もう去年一緒に行ったお店に行ってご飯食べながらゆっくり今後のことを話し合いし、別れるんなら別れるで、ちゃんと家も引き払ってなかったんで家のこともちゃんとしようって言って、私はお互い実家にいたところから一緒に夫婦二人で住んでた家に戻って、私は掃除もしてご飯も作って待ってた時に、うん、ママと舞台とか言われた時にあどうでもよなんだこいつっていう、なんかもうバカかこつみたいな気持ちが勝ったんですよね。普通に考えたらありえないですもんね。そうそうそう、好きとか嫌いとかを通り越してなんだろうこの人っていう。 うーん、なるほどな。でも1年半ね、別れるまでにかかったってことなんですね。そうですね。ね、なかなかそういってね、モラハラとか DV っていう風なね、旦那さんがいてもこう離れられない女性って結構多いですもんね。そうですね。まあいつも言ってんのは単純に厳しいだけだったら離れられるんですけど、なんだかんだこうやって悪口言いますけど、いいところとか優しいところとか一緒にデートして楽しい時間もいっぱいあるわけで。なるほど。結構言われるんですね。私も親が蹴ったり殴ったりしてくるんですけど、それ以外の時は優しいんで毒親ではないと思うんですがみたいなこと言われるんですけど毒だよ、普通の親は子供殴らないんだよって言ってるんですけど
その厳しい一辺倒とかもう置いていかれたとか何もしてくれないとかだったら意外と逃げるの早いんだけれども、はい、その変に優しくされる厳しくされるを繰り返されると人間ってもう逃げられないようにできてるじゃないですか、心理学的に、ね、だからもうそれが一番悪質だし逃げられない要因でしたね。なるほどな、そっか。まあでもそういう人とはなるべく早く離れて新しい人を見つけた方がいいってことですかね。じゃあもう当たり前ですね。もう何もうね、あとね、これ母性本能が強い人ほど逃げられないっていう持論があって、はいはい、助けてあげたいと思っちゃうんですよね、うん、そのやっぱ攻撃的な人って傷ついてる人っていうのがあって、うん、さっき言った通りその元旦那が本当にただただ私がもっとなんていうんですか、まあ、自分で言うのもなんですけどもっとアホでただただ暴言吐いてくる本当ひどいやつって思ったら別れるの早かったかもしれないんですけど、うん、変にその親の影響がとか向こうにも自分の人生がうまくいってないフラストレーションがとか相手に同情を感じ得ちゃうと、どうにか自分が救ってあげなきゃとか救ってあげたい助けてあげたいこの人だけが悪いんじゃない親が悪かったんだこの人だって被害者なんだみたいなことを考え始めると逃げられないんですよ。確かに。なんか私までこの人を見捨てたらこの人はどうなっちゃうんだろうみたいな、見捨てろって話なんですけど、うんうんうん、なるほどな。なんかその他こう恋愛とかで失敗してきたことあります？あー、ハプバーの店員とセフレでいたことですかね。それ失敗なんですか？失敗なんです。元旦那と性質がそっくりで、はいはい、あ、正直その元旦那と付き合い始めてその DV とか出てきた時に、あ、元彼とそっくりと思って、うん、やっぱちょっと私にも原因があるんだなと思いましたもんね。ちょっと似たようなパーソナリティを引くというか、はい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 、気質の、その元彼もなんか自分のことをコントロールできなくて、でそのくせ怒りを相手のせいにする、お前がこうこうこうしたから俺は怒ったんだとか、自分がうまくいかないのなんか自尊心が高いけど劣等感も強いっていう、その二律背反を他人に押し付けるタイプ、うん、はい、やっぱりだからこっちが今忙しい、今フェスだからって言って、フェスだからちょっと今あんたの相手知らんないからって言ってんのに、うん、俺が死んでもどうでもいいんだなとか、そういうラインを鬼ほど送りつけてくるとか。なるほどな。当時30何ぼが20歳の私に。いい年こいてあんた何言ってんのって言ってたんですけど。なるほど。見事にいろいろ引いちゃうわけですね。そうなんですね。なんか、助けてあげたいと思っちゃうのが良くないんでしょうね。でもそうですよね。なんか、結局、いかに自立しているかっていうのは人間関係によって大事ですもんね。そうですね。一定数、私も昔そうだった。だから分かるし、今ももしそういうなんかリスナーの人がいたら本当に唱えたいんですけど、お互い支え合うことをお互いボロボロの状態で支え合うことと勘違いしている時期が一定数あって、うん、私もやっぱり不安定な人の方が心惹かれる時があったりとか、うん、この人を助けてあげることで自分の自尊心を満たしたいっていう時期があるんですけど、うん、自分一人のこともままならないのに人のことなんか支えられるわけはないから、うん、ね、やっぱり自立って言っても人それぞれどの程度を自立っていうかはあると思うんですけど、その人が3日いなくたって平気で自分の好きなことをできるぐらいは最低限金銭的にも精神的にも自立していないとうまくいかないっていうことに私も離婚してから気づきましたね。一番大事、うん、本当に大事ですね。盲目になってはいけないってことですね。そういうやばい恋愛の仕方してるときって3日離れることをなんか戦争に行くかのように悲観するんですよね。離れたら終わりって分かってるんですよ。物理的に離れたら精神的につながりなんか自分たちにないっていうことが本当は分かってる。なるほど。遠く離れていてもお互い支え合って、今こっちはこういうことしてるよ、体に気をつけてねとか、うん、こっちはこっちでこういう風に楽しんでるよ、そっちも飲み会とか気をつけてねとか、 ある程度信用してやり取りをするっていうことができないことが分かってるから、物理的な距離を埋めて不安を埋めようとするんでしょう、ね、なるほどな。じゃあもうね、恋愛依存症とかね、ついついこう盲目になってしまう女性っていうのは、もうここをやっぱり十分に注意した方がいいってことですね。そうですね。まあ、まずは自分の精神であるとか経済を安定させるってことが大事ってことですかね、まず、うん、うんうんうん、経済は特に女性においては大事かもですね。やっぱり専業主婦になりたいとか働きたくないとかはあると思うんですけど、うんうんうん、今せっかくね、こういう例えば YouTuber だとか、それこそ、まあ、最初はスズメの涙ほどっていうのも知ってますけど、ライターだったりとか、うん、家でできる仕事もいっぱいあるから、まあ、いざ明日旦那が急に浮気して出て行っても、うんうん、
なんか、え、あんた最低別れましょうって言えるぐらいのお金とか貯金は持っておかないと、被害者はこっちなのに別れたくないのもこっちっていう最悪の事態が発生してしまうから。恐ろしいですね。そうですよ。女性によくやっぱ見ます。浮気を知ってるけど、離婚すると生活できないから黙ってるっていう人。ありますね。やっぱり、それは屈辱だなと思うので、いつでも向こうが悪いことしたら最低別れよっつって自分は自分で引っ越して自分一人の生活をすぐやり直せるぐらいのお金は持っとかないと恐ろしいかなと。なるほど。やっぱり人の気持ちは変わりますから。そうですね。一生一緒だとか裏切らないとか言ってたって裏切るやつは裏切る。まあそうですね。いや裏切らなきゃ裏切らないでね、別にお金稼いでるって損はないんだから、うん、その貯めた貯金で夫婦二人で一年に一回旅行でも行きゃいいし。確かに。ちなみになんですけども、こうやばいって気づいた時から逃げる方法みたいなのってあります？例えば逃げたら逃げたで暴力を振るわれるんじゃないかとかって怖くてできないって人もいらっしゃるじゃないですか。はいはいはい。そういう時ってどうしたらいいと思いますかね。勢いですよね。なんかもういついつやろうとかいつかやろうとか思ってると無理だから、うん、ふと起きて旦那とか彼氏とかが仕事行ってて自分に予定がない日に、あ、今日だって思った日にもう最低限の荷物とペットとかがいればペットだけ連れて、実家とかがもし知られてるんだったらもうペットかのホテルでもとりあえずいいから、もう勢いで逃げるしかない気がする。自殺もそうなんですけど、考えちゃうとできないって言われるじゃないですか。まあ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 、そうですね。それは悪い方の衝動性ですけどね。そうなんですよ。やっぱパッと、あ、今日だ、逃げるなら今日だって思った日に動いた方がいい。いやでも今日はちゃんと友達に連絡とか寝床も確保できてないしとか、できない理由を探し始めると動けない気がするから、もうとりあえず物理的に距離を取ること。でも自分に制約を立てることですね。人への約束ってやっぱり破るから、うん、自分に、例えばその物理的にバッと逃げて、うん、別れるにしろ別れないにしろ一旦1ヶ月連絡をも取らず距離を置いてみるっていう制約を自分に立てて、うん、はい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 、1ヶ月経ってそれでもやり直したいと思うんだったらもう1回話し合えばいいと思うんですよね。なるほどね。1ヶ月一人でいればある程度その洗脳とか束縛されてたのも多少ほころんでくるんで、最初のうちはそのやっぱり洗脳とかでギチギチに縛られてると、もう彼がいないと何もできない、趣味なんか何もない、友達、会う友達もいないみたいな感じになってると思うんですけど、そのホテルで一人で逃げた時に3日ぐらいするとなんか一人で塞ぎ込んでるのも絶対暇になってきて、ちょっと飲みに行こっかなとか、ちょっと散歩しに行こっかなみたいな気持ちが出てきて、でちょっと一人で服買ってみたりとか、一人でバーに行ってみたりとかしたときに、え、すごく楽っていう瞬間が来ると思うんですよ。なるほど。あ、今日は別に何時まで飲んでたって誰にも怒鳴られないし怒られないし、ギャーギャー言われないんだ。え、別れたらもしかしてこれって一生続くっていうことにあるとき気づくと、ふっとどうでもよくなる気がするんですよね。新たな観点に気づくというかね。そうです、そうです。なんか一回自分を物理的に洗脳から逃してあげる。やっぱそれには物理的に距離を置くことじゃないかな。近くにいる分には、うん、やっぱ同じ家にいながら別れることを冷静に考えるなんていうことはね、多分無理。一緒にいれば好きになっちゃう。人はやっぱ一緒にいる人が好きになるようにできちゃってるし、一緒にいなくても好きなんだったらそれは本当かもしれないし、まずは物理的にですね、勢いでもいいから、とにかく離れるですね。もう物理的にも精神的にもそれ、まずはそれな気がしますね。なるほど、わかりました。じゃあちょっと最後にこう男性目線に対してのアドバイスみたいなのをいただければななんて思うんですけども、はい、例えば僕ら発達なんか思っていますと、なかなかこう女性にアプローチができないとか、まあ、そもそも出会えないみたいなことがあると思うんですけども、はいはい、では奈々さん、いや、奈々様とお呼びしましょうかね。奈々様のように素敵な方にですね、お会いするにはどうすればいいのでしょうか。マッチングアプリです。はい、なるほどね。タップル使いましょう。私は今の彼氏とあのペアーズで出会いましたので、やっぱり動き出すことが大事かなと思うんで、マッチングアプリにしろ何にしろ、一回やってダメだったらはい終わりじゃなくて、うん、やっぱああいうのって数打たないとダメなところがあるので、そうですね。マチコンとか、まあ、いろいろあるんですよ。一重に恋活、婚活って言っても。飲み会みたいなノリのやつもあって、ほんとなんか、対面とか差しとかじゃなくて、グループごとにまとまって話して乾杯しましょうみたいな、ほんと飲み会的なマチコンもあるし、
逆にもうプロフィールカードを書いて、なんか薄暗いムードのあるホテルの一室みたいなところで一人一人、なんか男回転寿司って言われますけど、はいはいはい、男が5分ごとにこう回っていって、おしゃべりして、それで最後に良かった人をペアで刺すみたいな、そういうのもありますし、まあ、どこまで結婚に本気かとかによって使うアプリも違うし、そういうマチコンのノリとかも違うと思うんですけど、いろいろ行ってみて、合うやり方で、その中で彼女を見つけなきゃいけないってわけじゃなくて、うん、それで交友関係って結構増えて、マチコンとか行くと意外と同性で声かけてくるやつがいるんですよ。なんかその合コンとかを主催するのが趣味なやつが結構マチコンにはいて、はいはい、結構私とかも声かけられるんですけど、LINE 交換しましょうみたいな、今度合コンあるんで呼んでいいですかみたいな、うん、合コン要員として同性同士のグループができたりとかして、はいはいはい、でそこでまた別の合コンに呼ばれたりとか、で逆になんかそういうなんだろう、まあこれは私の個人的なアドバイスですけど、そういうアングラ系のバーとか歌舞伎町とかゴールデン街とかで飲んでて、うん、そういうところで最初は本当飲み仲間とかアングラ仲間としか思ってなかった人が 2,3 年経ってお互いなんか彼氏彼女と別れちゃったよ、いやー寂しいねみたいな感じで付き合ってみるみたいな感じで付き合ってみたら、意外ともともとアングラっていうオープンな場で出会って趣味も合うから意外と長続きしましたとか、うん、なるほど、いろんなパターンがあるから怖がらずにまずいろんなところに出てみるのがいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりね、とにかく会ってみること、まあめんどくさいんですけどね、まあね数打ち当たるってやつですね。そうですね。で、その数打つ間も、数打ってんだろうな、こいつっていうのが見えると、やっぱり女性ってわかるから、うん、そうですね、ちゃんと数打ちつつ一人一人には丁寧に接して、そうですね。行くのがいいんじゃないかなと。なるほどな。なんかこう、コミュニケーションで困ってる人、何喋っていいかわかんないとかって人もいるかと思うんですけども、はいはい。ナナさんの場合は、結構バーって喋れるタイプですか？バーっと喋れるタイプですね。どうですか、こうちょっと口下手男子。ああ、うちの彼氏口下手ですよ、あんま喋んないです。そうなんですね。私がパパパッと喋っちゃうんで、聞き上手なタイプの方が相性がいいんです、うん、なるほどなるほど。向こうもパパパパパって喋りたいタイプだと結構あじでちゃちゃってなるんで、うんうん、わちゃわちゃしてますもんね。そうです、結構私がもう、まあ、私雑談配信とかを一人で6時間やるような女なので、うん、無限に喋るので。6時間はえぐいな。そうですよ。相槌上手な人が好きですね。なんかその、うんうんうん、そうなんだ、そうなんだ、とかだけじゃなくて、私がよくその聞き上手っていうのはやっぱ引き出し上手。うん、じゃあその時ナナはどうしたの？とか。はいはいはい。じゃあそれってこういうこと？とか、そういうことをうまく質問してくれる聞き上手が男女ともに私はやっぱり話しやすいなと思うし、やっぱり、やっぱ大きな括りで括るのって罪だなって思うんですけど、サプライズデートとか私大嫌いなタイプなので。私が行き先を決める、ついてきてくれる方がありがたいっていうタイプなので、私は好き嫌いがはっきりしてるし、うん、行きたいところ行きたくないところが自分の中ですごいはっきりあるんで、うん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 、で自分の性格的にはその障害特性なのか分かりませんけど、つまんない映画とか行きたくないところで楽しいみたいな顔することができなくて、どう考えても態度に出ちゃうから、まあ、私は誕生日のプレゼントもデートも何もかも私はこれが欲しい、これ買って欲しいって言うし、うん、デートも今日は映画のこれが見たい、これ一緒に見ようって言うし、それを基本的にはいいよ、何でもいいよってついてきてくれる人の方が相性がいい。なるほど。そうか、じゃあコミュニケーションが下手くそだからなんか自分はって思う必要はないわけですね。そうですね、聞き上手に回れればいいと思う。自分がそんなベラベラ喋れなくても相槌のうまさを磨いていけば全然いいと思う。なるほどな、わかりました、ありがとうございます。ちなみにこう男性においてこれだけは大事だよみたいなってありますか？例えば清潔感とかは僕は絶対大事にしてくださいねってアドバイスすることはあるんですけど、はいはい、なんかこう、もし彼女を作るとか女性に対してこうアプローチをしたいのであれば、ここ押さえとけよみたいなのがあれば、あ、共感力ですね。なるほど。でこれは別に共感できなくてもいいです、難しいことを言いますけど、うんうんうん、共感してるふりが上手い人が別にもうこれは男女関係なくですけどモテますね。なるほど。なんか私が本当にしょっちゅう言う例えなんですけど、その男はアドバイスをして女は共感だけを求めてるみたいな、うん、だから女の話はうんうんって黙って聞いてりゃいいんだよみたいなアドバイス見ますけど、違う、そんな女は、女をバカにするなら女ってそんなバカじゃないぞっていうことをいつも言ってて
あの、男子が言ってるのって、男同士は結構なんかその、どちらかっていうとノリで励ましてほしい時の方が多いから、はいはい、そこまでにならないかもしれないけど、男だって本気で、いや、俺転職しようか悩んでんだよな、今の職場きつくてさって時に、いや、転職すりゃいいじゃん。うん、何悩んでんの？はい、俺、みたいなこと言われたら、うざいじゃん、どう考えたって。そこに男女の差は絶対なくて、で、なんでそれがうざいかっていうと、愚痴を吐いてる時っていうのは人はゲロ吐いてる状態と同じって私は言ってて、ゲロ吐いてる最中に、いや、もともとそんなにさ、体調悪いんだからさ、お酒とか飲まない方が良かったんじゃないのとか説教されたって耳に入らんし、うん、ゲロ吐いてる最中に、はい、吐き気止め飲んで、はいとか言われ、入れられたって出るし、うん、とりあえず、今吐いてる人にできることは優しく背中をさすることだし、うん、それが共感することだって言ってるんですよね。吐き切ってスッキリした時に、胃薬を差し出してあげたりとか、まあ、これからお酒飲む前に牛乳とか先に飲むといいらしいよとかアドバイスをしてあげたりとか、そうなったら、そうだね、これからはそうするよって頭に入ってくるけど、人が苦しんでる時に横からやいやい言われてもという。結構そこを勘違いしている人が、まあ、これは本当に男女ともにいて、だから、これそんな難しい話じゃなくて、だからどうしたいのとか、どうすればいいじゃんって即座に打ち返すのをやめて、まあ、そうだよね、辛いよね、だって、どんな事情があったって、その人、彼、彼女が辛いと思った気持ちだとか、嫌だと思った気持ちだとか、逆に、別れたいって今は思ってるっていう気持ちっていうものは本当なんだから、それを否定する言われはないし、まあそうだよね、そんなこと言われたらムカつくし、別れたいって思っちゃうよね、わかるわかる。でも、本当はさ、別れたくないから相談してきてるんじゃないの？って、その時初めてアドバイスをしてあげることだと思うんです。最初から、お前別れる気ないんでしょ？この話無駄じゃねって言われたらすごいイラッとするし、こいつにはもう話さんってなるから。別に共感できなくても、そうだねってこう、受け止めてあげる、一旦。すべて。あ、相手の気持ちを。そうですね。思想は自由だし、気持ちは本当だから。それができる人は男女共に話、聞き上手としてモテるし、よく話を持ってきてもらえる人なんじゃないかなと思いますね、個人的には。よく ASD アスペルガーの人なんかはね、共感するのが苦手とかっていう話ありますけど、でも言うて男でもね、共感してほしいことってやっぱいっぱいありますからね。ありますよ、全然。いや、聞いてくれよーって言ってね、やっぱ言いたく、僕もありますし。まあその。だってね、うん、なんか家に旦那さんが仕事終わって帰ってきて、嫁に、いや、今日すごい仕事疲れててさって言われたら、何？じゃあ転職すればって言われたら、なんだこの嫁はって思うでしょうからね、どう考えたって。そうなんだ、お疲れ様って言ってほしいだけなの。そうですね。そうそうそう。大変だったねって言って。そうですよ。なるほどな。結局それはコミュニケーションを取って学んでいくっていうことなんですかね。私最近コミュニケーション会話の続け方がわからん人参加状っていう動画を出して32万とか回ってるんで、よかったらそっちの動画を見てもらってもいいかなとも思うんですけど、会話はマニュアル化できるし、そんなに難しく考える必要もなくて、そうやって今言ったみたいに相手が何か言ってきたらもう内容に関わらず一旦そうなんだねって受け止めてあげるっていう、もうマニュアルにしちゃうとか、なんかあとはもう当たり前というか月並みなんですけど、やっぱり元を正すと相手の立場に立って考えることが全てなので、それがやっぱりとっさにできないから喧嘩になっちゃう。自分だったらムカつくことを相手に言ってしまうことって多分私にももちろん多々あって、なんか疲れたなーって時にお疲れ様って言われたかっただけなのに、疲れたって言われた時においって言っちゃうことって私にももちろんたまにあって、そういうのもどうすればいいかって言われたら、根本的な解決としては、ちょっと今返事考えるから待ってねって相手に言って、ゆっくりもう自分が言われたらどう思うかを考えたらいいと思うんですよね。もうなんかこここうなんだけどどう思うって言われたら、ちょっと待って考えるって、もう言っちゃう、今から考えますっていうこと、で自分が仕事が辛くて転職したいって友達に言ってるときは、あ辛いねって言ってほしいかなって思い当たったら、あ辛いよねわかるよって言ってみるとか。もうそんなんでいい気がする。なんか、ね、話術の結構あれですけど、緊張してますとか、今から考えてもいいですかとか、別に言っても恥ずかしくないし、そういうことの方が自分の緊張も和らぐっていう話があるから、よくわかんなくてとっさに言えないって人、それこそ ASD とかだと多いと思うんですけど、そしたら、よっぽど物分かりの悪い人じゃなければ、ちょっとゆっくり考えてから返事したい、変なこと言いたくないからって言ったら、あ、そんな真剣に考えてくれて嬉しいなって思ってくれるはずだから、ちょっとゆっくり考えさせてとか、
もうこれ、今すぐに考えられないってなったら、ちょっと一回ゆっくり考えて、なんてアドバイスしたらいいか、明日 LINE で送ってもいいって言ってまでいいって思うんですよね。なるほど。そこまでの話じゃないよって言うかもしれないけど。なるほどな。じゃあ、間を恐れないってことですよね。そうですね。うん、で、まあ。やっぱりなんか、失敗しちゃいけないみたいな空気が日本人は特にあるっていうから、別に。失敗したっていいし、失敗するかもしれません、すいませんって先に言っとみたらもう大丈夫。すごい勉強になります。いえいえいえ、はい、いやもうこれを見ているね、発達男子はぜひそれを意識していただいて彼女というかね、まあ別に彼女作ろう彼女作ろうみたいなやっちゃうとね、逆にこう圧になってしまいますから、うんうんうん、まあ友達作ろうぐらいはね感覚で輪を広げてもらえればなと、ね、という感じですかね。はい、なんか台本とだいぶなんかねあれあったんですけども、会話のに沿ってお話しさせていただきました。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。だけどじゃあおそらく2本ぐらいに分かれるのかな、分かんない、1本になるかな、2本ぐらいにあるかもしれないんですけども、奈良さんの方でですねコラボ配信ですね、はい、はい、アーカイブも残りますかね。残ります。はい、そちらやっておりますので11月の12日土曜日ですね、はい、はい、9時からやりますのでぜひそちらもご覧になってください。はい、はい、ナナを公開でカウンセリングしてもらおうと思います。はい、頑張ります。というわけで、本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。